花はじめ、1930年2月9日から1993年9月10日は、日本のドラマー、コメディアン、俳優。コミックバンド、花はじめとクレイジーキャッツのリーダーであり、同バンドのドラマーでもある。東京府北豊島郡長崎町生まれ、高学インドボーク家中退。1990年10月13日、特選公優として学長より少々授与され卒業を、 認められる。妻は、結婚当時、日活のスター女優だった、島村洋子。かつて阪神タイガース、埼玉西部ライオンズに、在籍した元プロ野球選手の佐々木原正氏はまた、老いにあたる。長崎町東三丁目で水道局園観光の、息子として生まれる。父は、愛知県知多半島竹豊出身、長崎第二国民学校卒業後、家業を継ぐため、 旧正中学の工学院土木科に通ったが1945年に、戦災で学校が消失。この頃母の実家がある、秋田県横手市に米を担ぎに行ったが、帰郷後に、旧正肺炎となって1945年12月から1946年2月頃まで入院生活を送る。退院後、1946年からとね、勝美楽団でドラムを担当。 松井八郎に目をかけられる。後の名優、植木等はこの頃に、花はじめと知り合っていたことを晩年に出演した、スーダラ伝説植木夢を食べ続けた男のインタビューにて明かしている。市村俊之のバンド、南里文雄のバンド、萩原明賞の、デューク・オクテッド、フランキー・堺とシティ・スリッカーズの、バンドボーイ、浜口倉之助とアフロ・キューバノの,の、ジュニアバンドを経て、 1955年に、自らがリーダーであり、クレイジーキャッツの前身である、花はじめとキューバ番キャッツを結成。後に、植木、東、谷、ケイラが加わり、1957年に、花はじめとクレイジーキャッツとなった。芸名は、生は興奮すると花の穴が大きく開く癖から、名は、花が敬愛した、ジャズピアニスト和田はじめに由来する。日本テレビ系、 シャボン玉ホリデー等のテレビのバラエティ番組や映画に数多く出演し、日本テレビ系、小泉全部ゲバゲバ90分。で、花がヒッピー姿で叫んだ、あっと驚くためごろは流行語にもなった。富士テレビ系の正月番組、新春格子芸大会の名物であった銅像コントの銅像役としても有名である。志村健以外のザドリフターズの各メンバーの名付け親でもある。 悪く言えば非常にワンマン型のリーダーであったが強力なリーダーシップを発揮したことで知られている。クレイジーのみならず渡辺プロダクショングループ全体の大万頭的存在となり、創業者渡辺進、三沢夫妻も花には全幅の信頼を寄せ、花も生涯渡辺夫妻を裏切ることなく尽くした。ただし渡辺プロダクション黎明期には給料の全尺を繰り返す花に、 ミサが手を焼いたことがあるという。植木刀人気絶頂の頃は、地方公演で植木刀とクレイジーキャットとごきされることもあり、リーダーとして内心をやかでなかったと伝えられるが、そんな扱いにも耐え、グループのまとめ役としての役割を全うした。俳優としては武骨で不器用なイメージがあるが、企画や才能への嗅覚は非常に鋭く、そのためもあって、出演映画歴には、 初期の川島雄三市川今から晩年の市川人志まで大物監督の名が多く並ぶ。特に小畜の若手監督だった山田洋二の才能をいち早く見抜き、男は辛いよシリーズ開始以前、バカシリーズなどで不動のコンビを組んでいた。山田の懐かしい風来坊、市川人志の 会社物語メモリーズ・オブ・ユーの2作品でブルーリボン主演男優賞などの賞を獲得している。作家の小林信彦はジャズ喫茶時代からクレイジーキャッツを雑誌で取り上げ、面識ができてからは映画のブレーンも務めた関係だが、花が批判的な文章をしっかりチェックしていて初対面でいきなり質問してきたエピソードを著書日本の喜劇人に記している。 ちょっとつも不のところもあるが、勉強熱心で社会人としての礼儀はわきまえ、死後に迷惑だが懐かしい人柄であったと振り返っている。晩年には、花が渡辺プロの社長になるのではないかとの噂もあったが、これは実現しなかった。1985年にバンド、花はじめオーバーザレインボーを結成し、死去の1ヶ月前まで活動していた。晩年の花は、 ドラムの修練に意を注いでいたと伝えられ、安田真は、花の艶の席で、花は、技量という点では、晩年になって、真のドラマーになったという趣旨の発言をした。1991年4月29日、死守法省受九1993年2月に、肝臓癌に侵されていることが判明し、摘出手術を受ける。その後順調に回復して退院するが、夏に、 ガン転移と肺炎の合併症を起こし容体が悪化。そして、同年9月10日、谷慶犬塚広白クレイジーのメンバーに見守られて、東京都三鷹市の京林大学医学部付属病院で死去。63歳だった。最後の入院の際は、弟子である鍋、おさみや、元ザピーナッツの二人が交代で完備をし、その度に、笑顔で、いつもすまないね、おとっつぁん。 それは言わない約束でしょと、シャボン玉ホリデーのコントのセリフを繰り返していたという。最後まで花は自分が癌だということを知らされなかった。葬儀、告別式は東京都新宿区南本町の千日、谷街道で営まれ、長寺は森重久屋と植木等が読んだ。長寺の最後を森重はあばよ、植木は花、さよならでそれぞれ締めた。 通夜の際に植木がグループの解散を宣言した。翌日この発言は撤回されたにても否定しているが、実態としてクレイジーとしてのメンバーの活動は花の死と共に幕を下ろす形となった。亡くなる数ヶ月前まで1994年に放映された富士テレビのドラマ夏子の酒の収録に参加していたものの収録途中で亡くなったことから、 花が担当していた役には、山田に発音が立てられ、全面的に取り直された。なお、収録された映像の一部は、総集編や花の追悼特別番組などで、紹介されており、花にとってはこの映像が事実上の遺作となった。主演作品、東方クレイジー映画その他主演作品その他朝日、新聞出版、朝日新聞の用語の手引き審判には、 はじめのあざほどきの例として、彫刻の蝶と共に、花はじめのはじめが掲載されている。ありがとうございます。